あ。よいしょ。エコ。ヘイ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 。こんばんは。これで、ちょっと待ってな。こうしたいね。はい。殺戮の天使最終章ってあってるんかな、第4章やりたいと思います。約何ヶ月やろう、 1.3 いやまあ1、2ヶ月か空きましたが、やっていきたいなと思います。ちょっと待ってよ、これはここだっけ、こうだ、よし。うわあ、ちょっと、大丈夫かな、やり方、覚えてるかな、そもそも。てか、どこからだったかな、それすらもあんまちょっと覚えてないかもしれんけど。やっていきましょう。声が聞こえない？あれ？聞こえない？なんでだろう？ちょっと、声聞こえない人は、声が聞こえない人は、更新してみてください。よし。あらすじ忘れてない。あらすじは、ちょ、ごめん。前回どこやったっけな。で、多分見たら思い出すよね。多分見たら思い出すと思う。うん。あ、ここかーって。聞こえてる？あ、オッケーオッケーオッケー。あ、移動。わ、優しい、これ。忘れた人のために。矢印キー、これ移動ね。Z、Enter、調べる。スペース調べる。キャンセル0。ウィンドウ、フルスクリーンの切り替え。あ、オルト、Enter を押さないように気をつけないと。はい。では、行きましょう。ふぃー。どうなってしまうんやろ、ザックとレイちゃん。もうそれだけがわいわい気になる。エピソード4。来ました来ました。あ、詳細第3になってる。オッケーオッケー、ちょっと帰るわ、待ってな。第、あ、ほんとや、第3になってる、ありがとう。第4、オッケー、帰った帰った、センキューセンキュー。待って、ザック、そっちに行かないで。これは誰の声や、誰やこれ。あ、レイヤ、レイヤ、レイヤ。あ、どんな声やったっけ、レイ、どんな声やったっけ。どうしよう、どうしよう。こんな感じだったっけ。考えなきゃ。でも。お、これはザックか。あ、ザックの声ってどんなやったっけ。おい、レイ、何やってんだ。あ、これやったっけ。あ、もう青ざめてるもん。声がちゃうって、青ざめてる、レイが。どうしよう。もうちょっとこう、ゲームを上げていい、これぐらいにしようかな。これぐらいにしよう。よし。合ってる？あ、これか。オッケー。これか。あ、なにこれ。マジで家の中みたいだな。なんだ？なになに？ごめん。前回思い出されへん。わしどうしよう。前回が思い出せない。思い出せない。わしの記憶が誰かに盗まれた。移動。あ、で、ザック操作できるね。これザック。あ、やば。あ、そうか。あ、こう、あ、なんとなく、ほんわか、思い出してきた気がする。うわ。縫い目だらけだな。腕が縫いぐるみじゃねえか。口と体がひっついてやがる。人形か、これ。これってもしかして、レイの、ザック、やばい。あ、やめて、ザック。何があるかわからないから、むやみに触らないで。あ、いや、そうなるわ。え、これもうレイちゃんじゃ。あ、レイちゃんが。ザック、やめて。ザック、お前さっきからどうしたんだよ。ほんまやで。何今さらこんなもんに。あ、ちょ、待って。なんだ、死体かよ。ああ、やっぱ見慣れてるんやな。そうやんな。気持ち悪いな。そりゃそうか。え、ザックね、ザック。え、むっちゃ怖い。お願い、殺して、早く殺して。おい、で、急になんだよ。お願い、早く。何言ってんだよ。ここで、ここでお前を殺して、どうすんだよ。そうだよ。まだ外にも出てね。それに、俺が殺したいのは、その顔のお前じゃない。でも、この本。
そうだ、これは聖書。聖書。神というものは嘘つきや汚らわしいものは嫌いなのだ。だ。お願いザック。え、どうしたん？あ、そういうことか。レイちゃんが、あ、うわー、これ言っちゃっていいんかな、みんな、これ言っちゃっていいんかな、これわし分かっちゃったかもしれん。あ、みんなも気づいてるわ。そりゃそうか。今の私を殺して、お願い、私の神様なら。バタン。ちょっと、おーい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 。こんばんは、今来た、いらっしゃい。行っちゃって、これ多分あれでしょ、レイちゃんがやっちゃったんや、多分親をやっちゃったんや、これ。うわーって、このやつらのかーって、こんな、そういうことや。で、レイは多分あれよ、あのお使い頼まれたん、お使い頼まれて、いやいや言うて、家でわしはゲームしてた言うて、でまたそんなんゲームばっかして、いつになったら親のこと助けてくれんの言うて、むちゃ親に責め立てられてしまって、レイちゃんが。で、精神的に、いやーいやーってなった結果、こうなってしまったんや。それをザックに知られたくないから、知らない状態で、ワイを早く殺してくれ、ワイを純粋無垢な少女のままでいさせてくれっていう、そういうことや、きっと。それに妙に慌てておかしくなってよかったな。ちくしょう、ここに来て絶望したような顔しやがって。今更こいつがそんな顔しても面白くない。そうだよね、そうだよね。ザックはだって、レイちゃんの笑顔がね。ね。私の神様って俺のことか。なんだこれ。胸くそ悪い。お？なんか、すっごい、レイのカバンから落ちたのか。カバンどこ？カバンどこ？あ、手に持ってんの？ん？カバンどこ？え、え、あ、そうだよな、そうだった、この子バカだった。この子バカだったんだ。でも顔写真ついてんだし、こっちが俺のでこっちがレイか、この数字くらいならわかるな。それにしても、きなくせえ顔してんな。これなんて読むんだっけ、きなくせえだってんのかな。何の音だ、何の音。あ、ゲームをもう少し下げ、オッケーオッケー、了解、ちょっと待ってよ、これぐらいで大丈夫か。あ、新規癖、ありがとう、ありがとう。コメントが新規だらけ。おい、わし、ザックのこと、あ、そってバカやったもんなー、言ってたけど、ワイもバカやったわ。忘れてた。自分のこと忘れてたわ。思い出した、今。これ何？そういえば、ダニーの野郎が見つかってねえな。あ！ダニー。この音、来た方のドアからだ。いや、行きたくないねんけど。行く？行きたくないねんけど、レイちゃんをとりあえず服脱がすか、顔真っ白どころか多いんじゃないのか、しゃあね、少し寝かしとくか。ここでむっちゃ話しかけるとなんか好感度が上がる、そういうわけではない。ちょ、セーブしよう、セーブ。よし、オッケー。あ、ザックかっこいいな、やっぱ。行こうか。あ、いや、むっちゃ近い音。こっちからだな。うわ、ちょ、待って。何何？音立て、あ、おもちゃ？待て！あ、そんなむやみにおもちゃ壊さないでってお母さん言ったでしょって。こっちはイライラしてんのに。あ、よ。何？あ、よかった、うまく追い出せた。え？まったく君ってば何でも壊せばいいってもんじゃないよ。あ、追い出されたんや。いや、ザック、そんなに強く扉を叩くんじゃないよ。疲れて寝ているレイが起きてしまう。あ、ダニー、やめてーに見えた。そんなキャラやけどもね。ダニー、てめえが。やめてーに見えた。もう、残念。君のバカ力でも開かないよ。あ、ダニーってあのメガネかけとったやつやな、確かな。ここのフロアの扉はこう見えて頑丈なんだ。おい、どういうことだ、開けろ、ダニー。そうだな、ザック。開けてもいいんだけど、まだその時じゃないから。ねえ、レイチェル。ああ、早く目を覚まさないかな。トントン。おい、そいつに何かしたら殺すぞ。おう。そんな口を聞かないぞ。怒ってるやん。僕はレイチェルを殺しはしないさ。
でも僕には今カードが揃っている。ドロー。レイチェルの身の安全、そしてこのビルの出口のありかだ。あ、その使わない頭でよく聞くんだよ。はい、君は文字も読めない愚か、あ、はい、すいません。そんな君にヒントと救いの手を差し伸べようって言うんだから。あ、はい。何も知らず君はノーノーと彼女の横にいた。甘つさえ彼女に神様なんて言われてね。君も悪い気はしなかったんじゃないか。てめえ気持ち悪いことばっかり言ってねえで分かるように話せ。うん。彼女のことを全部知ってごらん。このフロアは彼女そのもの。このフロアは彼女そのもの。そこから考えるといいよ。彼女に本当にふさわしいことは何なのか。その選択肢によっては君をここから出してあげる。もちろん君一人だけ。だよ、全然説明になってない。本当だ、本当だ。言ったり言ったり。起きろ、レイ。起きろ、起きろ。彼女は宝石を隠して寝ているよ。宝石。君が死ぬまで彼女はこのままさ。このままってことは？つまり？ふざけんなよ。くっそ。あいつを知るとは、な大層な秘密があるっていうのかよ。神様だとか、あいつがなんだとか。うん。神でもしゃれ！この中を片っ端から荒らせばなんとかなんだろう、ピッピー！とにかくこっちから回るしかねえな、ピュイーン！で、セーブ。あ？なに？あ、なに？あ、なに？え？なに？避けねえと刺されるじゃない。なんで避けれた？あ、避けろってこと？シン、あ、うん、あ、来ない。は、はい。あれ？シュ、あ、はい。あれ？来ない？あ、やっ！はにゃん！いけたわ。なんだここどうなってんだよ。これじゃあ殺しにかかってるようなもんじゃねえか。あ、くっそ、めんどくせえな。めんどくさーいけど、ちょっと待って、セーブしよう。はい。なんか見つけた。白い板、文字みたいなのが書いてある。読めねえ。ちょ見してみ。ちょ見してみ。一応拾っとくか。白いプレートを手に入れた。持ち物、プレート、二つの名が刻まれてる。二つの名前が刻まれてる。プレートゲットした。キッチン。え、怖い。なんかもうどこから何が飛び出してくるかわからんから。何？あ、終わった。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。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 うらーあ、え？それが減っちまったな。減っちゃったって。すまん。なんもない。水は出ない。お、冷てえし、なんもない。ここなんもないの。これは、この本。お、ピザだ。これ食えるのか。え、食べたら死ぬ。食べる。いただきます。ピコン。辛いっつってる辛いのダメなんやそんなに怒んのピザで勝手に食っとって辛かったからって破壊したで。え、なんか出てきた。どんな穴だよ、性格悪すぎんだろっつって。かわいい。辛すぎたんや。そしてなんか出てきた。え、ちょっと待って、怖っ。ちょっと待って、怖い。はい、はい、オッケーオッケー。地下でもあんのか。え、もう近い。行っちゃっていいのこれ。他のとこ、硬えな。あ、それ、落ちるで。落ちるぞ。落ちない。押しても引いても叩いても踏んでもどうにもなんねん。こうなったら？あ、鍵か。鍵探すのかよ、めんどくせえ。うわ、プレイヤーの気持ち語ってくれてるな、これ。上の方はあまり調べるところなかったよね。先に下を探すか。え、わし、あんま見てないけど、いいんか、いいんか。開かない。しかも家庭心だよ、ここの扉、鉄かなんかでできてんのか。え、下ってこっち？あ、こっちか。あ、なんかトイレ光っとる。中になんか、え、
どうやって撮るそれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか棒あるかもしれんから探そう。棒探そう。なんもね、その鎌の先端でこうカリカリカリってできへんのがね、できへんのがね、俺見ても俺しか、赤見ても俺しか映んない。水、水、水、濁ってる水。いや、突っ込むしかないっぽいな、これ。ほんまか。うわぁ、突っ込むか、これ、手。ちょっと、めっちゃセーブしちゃう。突っ込もう。ごめんなー、ザック。すまん。あー、くそって突っ込んでる。すや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 。マジ絶対嫌や、こんな絶対嫌や。うわ、こんなところに置いておくとか頭どうかしいんじゃねえか。いや、さすがのザックもこれには気づくよね。頭がおかしいって。洗いたい、洗おう。あ、この濁ってんだよな、これ。これいいか、水あんのここだけ濁って。トイレよりマシか。洗おうか。あ、いや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 、あ、いってーって言ってる。え、なんで、何がいいんだよ、何がいいんだよ、何、何がいた、何がいた、魚、なんで、小さい魚のくせして歯がギザギザとか、名前、え、ピラニア、ピラニアか、これ。魚は食うもんでこっちが食われるもんじゃねえんだ。せやろか。おかげで手が血だらけじゃねえか。それで板で済むのすごいな。まあさっきよりマシだし行くか。うわ、ほんまや、魚や。うわ、ちょっと行こうか。で、鍵見つけて、多分横やんね、これ。あ、開かないって。ちゅうことはこっちか。こうか。トイレで見つけた鍵を、仕方ない仕方ない、使って開いた。降りれんのかこれ。降りよう。したら降りる。れいちゃんお風呂で魚飼う趣味があったのか。また変なとこだ。うん、地下があったらややこしいんだよ。そもそもここにはあいつの何があるっつんだ。お、犬、狼。待って、出しちゃいけない気がする。ちょっと待って。これ、犬と追いかけっこになる気がする。ちょ、ここはスルーしていこう。あえてスルーしていきます。待って。スルーしたやん。スルーしたって。なんで3匹もおるん。1匹しか声聞こえんかったって。ちょ待って。ちょ待って。どうやって逃げる？走って。いや。噛むなら叩いてやるぞ。いや、逃げよう。逃げ。やられんのは嫌ってか。ぶっ殺しやるよ。ちょ待って。逃げよう。噛まれたら、蹴って。こんなミニゲーム要素。おい、そっちにいると邪魔なんだよ。まだかかってくんのか。え、あったよ。エンダー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 。たくよ、時間取らせやがって。噛まれたところは痛いし、わしも中指が痛いし、だいたい犬ってなんだよ。このホラーのやつマジ頭どうかしてんな。どうかしてんぞ、本当に。急にミニゲーム始めやがって、びっくりした。このフロアはレイそのものとか言ってやがったけどよ。一体何が何だか、あいつのことがここで分かんのか。あー、やっぱレイのことは知りたいよな、ザック。レイのことは知りたいよね。そうだよね。そうだよね。そうなんだよな。うわー、犬殺しちゃった。わしさ、このゲーム初めて今第 4章でさ、最初こそなんかそれこそ鳥が死んだだけでむっちゃショックやったのに、今犬殺してもなんかおっしゃって思ってるから、もうわし多分心やられてるかもしれん。もうこのゲームのフロアの住人になってるかもしれん。これ邪魔やな。すごっ、力技すごっ。邪魔
ちょっと待って、セーブしよう。はあ、え、ようこそ、いらっしゃいませ。テーマパークへようこそ。趣味の悪いガラクタの山だな。ガラクタではありません、宝箱です。これも鍵かかってるのか、どうやって開けんだよ。お、鍵、一応蹴っては見る。わかんねえ、あいつのことを知ろうとしても俺の頭がついていかねえ。箱も開かねえし、この部屋はよくわかんねえし、だいたい俺の部屋よりぐちゃぐちゃじゃねえかよ。わかりやすく掃除しろよ。掃除をしろと。他は新しくねえか。レイが起きる前にあの部屋に戻って目玉野郎をどうにかしねえとなんねえんだ。ってことはあの部屋に戻らなきゃいかんのか。トイズハートって書いてる。かわいい、レイちゃんハートって書いてる。わし記録で10までいったわ、たったこの短時間で。ちょっと行きますか、戻りますか。若い、え、またなんか仕掛けが、ん、特に。あっ、落とし穴。どんな家だよここは。よ、このフロアのやつマジでどうかしてんだろ。レイちゃんなんや。え、やばい、あ、やばい、あ、やべえ、下手に動くと木が割れそうだな。下は落ちたらただじゃ済まなそうだな。どうする、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばいやばい。お前は少し慎重になるべきだな、ザック。あ、とはいえ当然こうなるだろうとは思っていたが、この人なんでてめえがここにいるんだよ。本当だよ。でもこの人多分いい人。え、そんな、え、キュン。何、そう簡単に終わっては少しつまらないと思ったのでな。うん、私の忠告も聞かずナイフを突きつけたあの少女、レイチェル・ガードナーは今ダニーと共にいるのだろう。お、そして今お前はあの少女、あ、どんな声やったっけこの人、カレー州の人、忘れた。あの少女を取り戻したくて動いているのではないか。あ、こんなんやった気がする。それがどうした、何の用があんだよ。ハム、ジャック、お前もこのようなことで感情を使うようになったのだな。何がおかしいんだよ、すかして笑ってんじゃねえよ。ああ、悪い、バカにしているわけではないのだ。いや、完全に声バカにしてるよなこれな。だったら何なんだよ。いや、ただな、あ、これか、これで当てる。おし、なぜお前がこうなったのかを知りたいだけだ。ああ、こうなったってなんだよ。ここの奴らはこれから、これだから嫌なんだよ。その中でもお前は一番わかんねえ。何なんだよ、ちゃんと説明しろ。ハム、そうだな、ザック。お前にはややこしいことは似合わぬが、少し説明しようか。あ、説明しようか。パ、右手。私は幼少の、あ、私は幼少の頃より神を信仰する人々をこの目で見ていたのだ。それは美しくもあり、盲目的でひどくもあった。時に人々は神を認めたくないものを絶断する、教断する、振り仮名書いといて、ための道具に使い、そして、自分勝手に神の像を振り回す。くるんくるん、私には常々疑問だった。あ、見にくくもね、ありがとう。見にくくもね。その人々を見て神は誠にどのように思うのだろうか。とな。はぁ、少しはおとなしく話を聞いてはどうだ。お前は素直だが、そういう、資料に欠けている。資料。みんな、振りがな。資料で合ってるし。資料に欠けている。うん、合ってた。イェイ。うっせえ、意味わかるように説明しろって言ってるのに全然わかんねえだから。まあよい。とにかく私は神の身として改めて神の目線に立ってみたかったということなのだよ。このビルはそれを試す庭園のようなものだ。
B7 に置かれた人間はその観察対象に過ぎない。そして試練と裁きを与えるには天使の手が必要だった。それは人を殺めることに抵抗がない者が適任だった。ダーニー、エイディ、キャーシー、そしてザック、お前だ、お前だ。ただお前は他の者と違っているのかもしれぬと思っていたがな。あ？お前はあまりにも無垢で無知なる者だった。つまりはバカということじゃ。人を殺すことしか知らぬ純粋な者だ。バカということじゃ。だからこそ私は君を天使でいさせようと思っていたのだ。エンジェルじゃ、エンジェル。しかしジャック、お前は今ここのルールに反して生贄となり、ここから出ようとしている。んだよ、やっぱ殺す気かよ。だから話を聞かぬか。話を聞かぬか。そうではなくてだな、外に出たいだけのはずのお前が今やレイチェル・ガードナーと共に出ようとしてるように見えてな。それがなぜか知りたくなったのだ。なんで一緒に出ようとしたのかなって。つまり観察対象がお前たちたち複数形に変わったのだよ。どっちにしろわけわかんねえよ。ああ、今はそれで構わんさ。私もお前が口で説明できるとは思っておらん。なぜならバカだから。それに私の観察も終わっていないのだから、答えはまだ出んだろう。全部見てるっつうのかよ。え、神父さんよ。そのつもりだったが、気に食わぬならそれはお詫びよ。ごめんね。くだらね、謝れたってそんな、あ、何の立ちにもなんね。もう難しいな、難しい。ああ、そういえばダニーが課した問題を解くことはお前の佐賀にいささか合ってないな。合ってないな。あ、少し手を貸してやろうか。これ意味わかるか。助けたろかって言うとんやで。マジかよ。ああ、ことがつむしまないのもつまらないものだからな。別にあんたのためじゃないんだからね。その代わり、私はお前たちの行動をこの目で確認させてもらうがな。お前たちがどう出るか、右に出るか、左に出るか、前に出るか、後ろに出るか、何になろうとしているのか、何者なのか、私は見たいのだ。わかったよ。はあ、その前にザック、一つだけ聞かせてくれ。お前はレイチェル・ガードナーに神と言われどう思った？ん？嬉しかったか？どいつもこいつも。気持ち悪いよ。そうか。なあ、どうした？難しいことばっか喋んなよ。バカだからわかんないのか。バカだから。俺からすればまどろっこしくてよ。お前ら全員まとめてバカにしか見えねえ。ああ、バカって言ったの、バカって言った。バカにバカって言われてどれだけバカ。はい、では行きたいと思います。なるほどね。この人は保護者みたいな感じ。今上に行ってもどうすればいいかわかんねえな。ほう、しゃあねえ、神父の野郎に聞くか。ああ、はい、了解。ウィーン。シュ、話しかける。おい、バカかね。何かねじゃねえ。どうしたらいい。正直これ以上わかんねえんだよ。開かねえ場所ばっかだし、鍵もねえ。あと持ってるもんはこのプレートくらいだ。ジャック、それはただのプレートか。あ、字が書いてんのはわかる。でも読めねえ。それには名前が書いてあるのさ。読めない。読めないよ。名前？そのネームプレートは部屋の持ち主の扉にかけるものだ、ザック。思い当たる場所にかけてみればいい。反応が返ってくるだろう。読めるか。とりあえず適当にかけりゃいいんだろう。そうだな。うん、読めないならそれでもいい。一応言っておくが、それは男女の名前が書いてある。おそらく夫婦だろう。夫婦。知らねえよ。よし、ではネームプレートをかけに行きたいと思います。よし、すっ、登る。でセーブして、こっち、ここにプレートをかける。違った。上、ここに、あ、
その上ドアノブがない。何かを引っ掛ける机、あ、これここ、はい、メニューでプレート、よこいしょ。だよ、ん、何にもなんね。ここの部屋の部屋はこのプレートのやつじゃない。あ、そういうことか。じゃあこっちか。よし、すはい、そい、くい、くい、開いた、おっしゃ、押そう、押せば開く。ちなみに部屋のくいね、それドア、ドアくい、くいやで、ただの部屋じゃねえか。あ、だからもうザックが間違えてたみたいな言い方してるけど、ベッドや、でっかい、乗りたい、ゴロゴロしたい、無理なんやこれ。この葉っぱは布でできてんのか。おお、なんだろうこれ、ティッシュって布、中は空か。あ、光っとる、光っとる、小さな鍵入ってた。あ、で、あそこか、地下の、よしよし。え、待て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 、なんぞ。え、BGM かっこいい。天井落ちてきたって、潰される前に出ないと。ちょっと待って、行こう行こう行こう。あ、はいはい、え、待って、つかかってた、つかかってた、あ、つかかってた、あ、つか、はい、は、は、は、ちょ、待って、え、待って、ちょ、待って、でっけえベッド、バカ野郎、今ベッド見てる場合じゃない。あ、ちょ、あ、あ、おい、クソ、出せバカ。スタート、スタート、あ、ちょっと動かれへん、動かへん、あ、動いた、あ、動いた、あ、待って、引っかかって、あ、もうダメだ、これもダメだ、あ、もうダメだ。上で、上、上、上行って、はい、上行って、はい、左、はい、上行って、はい、左、ここ、違う、ここ、あ、ここ、あ、やべ、くん、よかった、出れました。え、ああ、いけた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 、怖っ。いかにしろよ、ふざけんなよ、このフロアのやつは頭いかれてんな、おにやら。もうここ開かない。つか、ここは例の何なんだ、例の何なんだ、例の家。まあいい、鍵が手に入ったんだ。あいつのことを知るにはとにかく進まなきゃなんねえんだろう。うん、地下に戻るか。戻ろう、よし、戻るぜ。うろろろろろろろ、ナイス、センキュー。あ、違う、間違えた、こっち、スッ。あ、間違えた、間違えた、スイッ。どうだ、うっせえ、意味わかんねえ部屋で潰されかけた、てか1回潰れた、てか2回潰れた。そうか。まあ鍵はあったけどよ。おお、よかったではないか。うっせえ。乗り越えた。サクッと今乗り越えた。よし、では鍵を使います。開いた。お、オルゴール、気持ち悪いガラクタだけど見てりゃガキ、ガキくせえもんばっかだな。中に何か入ってんな。なんだ？ん？箱に入ってんのはまた文字が書いてあるプレート、これあれか！さっきのより小さい、そして文字も短い。レイ？これレイの？見覚えがある文字だな。これレイのじゃない？あ、行くか。流しとってくれてもいいやん！別に止めんくてもいいやん、これ。流しといてくれてもいいのに。おい、このプレートもさっきと同じでいいのか。はあ、今度はそれが入っていたのだな。使い方は先ほどと同じだ。そうか。どうした？いや、書かれている文字が気になるか。知りたいというなら私が読んでやろう。いい、読むな。だが気になるのではないか？読めなくて、読めなくて。だとしてもこれは誰かに教えてもらう気分じゃね。そうか。はい、行きまーす。
で、多分これはレイちゃんの部屋の前に行きます。で、ってことはさっきの部屋は両親ですね。レイちゃんのお母さんお父さんのお部屋で、お母さんのお父さんのお部屋は多分あのお母さんが権限持ってんね。で、あのでかいベッドでなんかこうちょっとね、夜の営みをしてくれへんかった時はあの天井が落ちてくんね、旦那に向かって。あ、エールありがとう、 Thank you。 よし、開いたな、ここも押せば入れる。はい、やっぱ見覚えあんだよこのプレートの文字。そういえば例のカバンから落ちた紙に、あー読めねえから何がなんだかわかんねえ。んでも写真があんだからこっちが例のだろ。でこの数字はなんだ。例のは13、俺のは20。あ、年齢、これ年。あ、お、え、ザックも気づいた。じゃあこの写真と年の間は名前でいいのか。例の名前の最初の文字とプレートの文字一緒だよな。で、次の文字とプレートの次の文字も同じ。次は全部一緒じゃねえか。どういうことじゃねん。嬉しそう嬉しそうやぞ、読めて。だからやっぱ見覚えあったんだよ。じゃあここは例の部屋ってことだな。つうか、なんだよここにあいつの部屋があんだよ。まあいい、それより今度は何があんだか。この家のことを思うとどう考えてもあいつの部屋とかろくでもねえだろうしなまあ考えてもしゃあねえか。緊張するよな、やっぱ好きな子の家ってさ、部屋ってさ緊張するよね。うん、わかるわかるわかるよ。知らなきゃなんねえみてえだし、俺も少しは気になる。少し、本当に少しかな。セーブしていこう。では、え、ここがあいつの部屋か。え、床が真っ赤か。普通だか普通じゃねえんだかわかんねえな。え、この配置独特やな。テレビがある、寂しくない、なんか。ここでレイちゃん何を思っていた。レイのベッドここでレイちゃんは何を思って過ごしていたんだろうか。ちょ、ちがこれ電源つくのか。電源を入れる。レイ、こっち見なさい。ほら、またレイこんなに汚して。〇〇〇州〇〇〇の民家でガードナー夫婦の遺体が発見されました。遺体には刃物で切りつけられた、あ、遺体には刃物で切りつけられた跡と拳銃の弾痕があることから殺人とみられています。遺体は死後1週間以上経っており、損傷が激しく糸で不自然に縫い合わされている状態でした。その近くにいたガードナー夫婦の娘であるレイチェル・ガードナーは無事保護されましたが、言動に混乱が見られるため現在詳しく事情聴取をしているとのことです。夫妻こう、わし今みんなから言葉を教えてもらって、なんか、あ、え、これはお父さん。レイチェル、今日は少しだけ深く話してみてもいいかな。あ、これは違うわ、あの、あれや、あのお医者さん、あの、あのダニーとは違うか大丈夫、恐れることはないよ。あ、ダニーで会ってんや、これダニーか。うわ、じゃあこの時からダニーおったんや。じゃあそうだな、
君にばかり聞くのは悪いから僕の話でもしようか。あ、こっちを見てくれたね。やっぱり君はすごく綺麗な目だ。うん。あのね、実は僕の片目は義眼なんだよ。生まれつき片目がなくてね。子供の時は母さんがそれをひどく気に病んでた。病んで病んで、とても暗い瞳をしていたよ。暗くて静かな目はいつしか子供の僕さえ映さなくなっていた。でも僕はそんな母さんを愛してた。その目が愛おしかったんだ。ねえレイチェル、君はご両親が憎かったかい？いいえ。ではどうして切ったり塗ったりしたのかな？家族が欲しかったの。そう、きっかけは何だったのかな？近くの路地で子犬を見つけたんだっけ。小さくて可愛くて、でもとても弱っていて、私その子犬がとても欲しかったのだけど、勝手に家に持って帰ったら怒られるから、先に家に帰って子犬のことを話そうと思っていたの。エールありがとう。センキュー。空気読んで、黒猫さん。はい、すいません。え、これも歩けんの？あ、歩けなちょっとびっくりしたからコーラ飲もう。ちょっとだけびっくりしたからコーラ飲もうちょっとだけびっくりしたから、うん、あーよいしょん？ああ、どうしてお前はそうやって俺に歯向かうんだ。だってアルコール中毒者の言うことなんて誰が聞くっていうの。俺は働いて帰ってきたんだ。帰りたくもないこの家に偉そうに何を言うの。あなたみたいなアル中の警官なんて誰にも必要とされてないのに。ああ、うるさい。酒よりもお前の言葉の方が毒だ。あ、痛いわ。やめて。お前みたいな精神障害の嫁をもらった俺は不幸だよ。それはお前の存在が不幸だからに違いないんだ。なあ、どうしてお前はこんなに不幸なんだろうな。あなたが私をこうしたのよ。あなたのせい。うわぁ。今日はキッチンにいるの。ああ、もうこれが日常茶飯事だったんや。話聞いてもらえるかな。なんか、過去の霊だから色薄いんだ。過去の霊だから。過去の霊っていう字面がちょっと気になる。こっちか。うわー、あ、怖い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 。お前遅くまでどこを歩いていたんだ。相変わらず無言か。頭は動いてんのか。あの、ああ、お前も俺に文句があんのか。うん。待ってちょうだい。あなた、お金を持ち出してどこに行こうっていうの？酒？それとも女？また私を不幸にするのね。笑うな、耳障りだ。俺は俺の幸福を買いに行くんだ。あら、なら私の幸福も買ってきてくれるのかしら。不幸な私にも幸福とやらを買ってきてちょうだいよ。不幸なだけでなく、お前は金まで食うのか。精神病で家計のやりくりもできないのに。噛んだ
だわね。私の勝ちよ。そうやって全て私のせいにする。私に押し付ける。あー汚い男。汚れたてで私の人生まで汚した。頭も体も。これなんて読むんだっけ。セコン、ジョンコン、ジョコン、ジョコン、根性、根が腐ってるみたいな感じ。多分多分セイコン、セイコンかな。セイコンっていうの。これセイコン、セイコンっていうのかね、これ。ちょっとコメント見て、ちょっと待ってて、ちょっと待っててね。何何あー、これは、あ、昇魂、あ、昇魂、あ、これ昇魂ね、あ、聖魂、昇魂、あ、昇魂と聖魂で分かれてるけど、あ、少年、あ、少年、あ、少年がた、あ、あんたたちも分かってないわね。ただいま、帰ってきたわ。多分少年よ。うん、少年。先に犯されてる。お前、漢字もまともに読めねえんだったらな、お前人のことバカにして、バカにして、バカやろ、噛んだとかそういうの関係ねえじゃん。バロー、バロー。うん。ねえ、お父さん。あのね。ああ、どこまでも不幸しかない家なんだ。俺には酒が必要なんだよ。一人だけ逃げないで。あなたがこの家を私をぐちゃぐちゃにしているの。私が悪いんじゃない。全部あなたのせい。痛い、この女子。うるさい、この破棄女。あなたと結婚してきて、私はもう終わりよ。ほう、おう、おう、イエス。ああ。俺は何も殴りたくはないんだ。でも殴らせるのはお前なんだよ。頭がおかしい女に何を考えてるかわからない不気味な娘。俺の人生はお前たちが狂わせて地に落としたんだ。この時点でお母さんどうなってんの？お母さん、あ、生きてた。いつか私殺してやるって言ったのかな。これ殺してやるって言ってんだ。レイちゃん、その中でもレイちゃんは子犬の話を聞いてほしいんや。子犬の。ああ、これは、いや、実際みんなこういう、どうする？こんなような、いやでもやっぱ親同士が仲悪くてみたいな家庭はあるやろね、きっと。あるやろうけど。こんな噛んだわね、あんたバカ言うて、あんたお前だって漢字読めてないやないか言うてぶち切れて、で殺してやるまで。あっやばい、止めなきゃいかんこれ。私に何かあったらあんたにこれであいつを撃ち殺してやる。ざまあ見なさい、私の切り札はここに隠してやる。もしそうなったらあいつは後悔して泣きわめけばいいの。私に頭を下げてお前が正しかったって言えばいいの。私のせいじゃない、こうさせたあいつが悪いの。お母さん、レイ何してるの？お母さん、あのね、話を聞いてほしいの。あのね、私は今あなたに構ってる余裕はないの。ぐしゃぐしゃにされたキッチンを片付けなきゃいけないし、あなたの話をおとなしく聞く余裕なんて心にないのよ。聞いてよ、勝手なことしたら怒るでしょ。すごい、なんであなたも言うこと聞かないの？ねえ、私はね、あなたがいるからこの地獄に足を取られているのよ。あなたの存在が憎いのよ。あいつとの関わりを見ているようで気持ち悪くて仕方ないのよ。交わりかこれ、関わりか、マジかば、まあ、交わりでも関わりでもどっちでもいいか。2階の自分の部屋に行きなさい。お母さん、言うことを聞いたら私の話聞いてくれる？早く行きなさい。これ以上私を不幸でひどい母親にさせないで。ありゃ。誰も誰かの言うことなんか聞かない。なんでだろう。いやこれつらい。レイちゃん、レイちゃん、お母さんそこに何を隠してたのかな。言うことを聞かせる切り札。あ、え、待って、ああ、嫌な予感する。嫌な予感する。どうしよう。いや、ちょっと待って、戻っても帰る。いや、ちょっと待って、2階に上がる。ああ、お母さん何隠した。ああ、気になる。ああ、見つけてしまいました。拳銃です。こんなものここにあったんだ。
フだ。わー、結局誰も私の話なんて聞いてはくれなかった。それからしばらくして、あの時の子犬をまた見に行ったの。そしたら、子犬はもう弱っていて、今にも死んでしまいそうだった。私がその子犬に触れようとしたら、子犬は私を噛んだ。そこから家に帰るまでの間はあんまり覚えてない。気がついたら私は自分の部屋の中でその子犬を直してあげていたので、鳥か。これで鳥か。鳥もなんか直してあげる言って塗ってたもんね。でもそれはすぐにバレた。あの日のお父さんとお母さんは、あ、これ、ん？あ、合ってんのか。ん？これレイちゃんか。ん？合ってるか。とっても騒がしかったな。これレイちゃんな。うん。いい子、いい子だね。とっても可愛いね。ずっとそばにいていいんだよ。大丈夫、怖くない？うわ、お前のせいだ。お前が狂ってるからあいつはおかしいんだ。いいえ、あの子の異常はあなたのせいでしょ。ああ、我慢ならない。ねえ、何する気なの？あ、で、レイちゃんは直してあげたいんや。そういうこと。今日はひどいな。キッチン覗いてみようかな。そういうこと。キッチン行きとうない。キッチン行きとうない。うわー、行きとうない。そんなに、そんなにお使いや、お使いや、お使い。うわー。え？まだ左に部屋がない。うん。拳銃は？入ったまま。うわ。ちょ待ってな。あー、ちょっと待ってな。持っちゃう。あ、ちょっと待って。キッチン左か。いや、行くしかない。これはレイちゃんのセリフ。これ、え、うわー、ちょっと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 、そこで何してる？あ、で、レイちゃん拳銃。あー、いや、ちょっと待って、そんな、あー、そうなんないな。レイ、見たな、見たんだな。俺はな、最初からいらなかったんだよ。ここにあるもの全部俺を不幸にするんだ。だからお前も死んでくれよ。いや、怖い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 。もうあかん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 。ひどいひどい。そうだ、子犬が部屋に行かなきゃ。部屋部屋部屋。あ、ちょ待って待って、ちょ待って待って、ほんと待って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 。あー、ちょ待って待って待って。セーブは、セーブはこの時のため。あながち間違ってない気もするけど。私が持っててもいいよね。ちょっと待って。あ、絵の手も、手が長いやつや、これ。弾入ってる。早く部屋に。いや、これで犬、あ、犬3匹子犬、ここ違う、ここ両親の部屋。
まあちょっと待って。セーブは多分やばいってなったら自動セーブされるから、多分まだやばいっていうのはないんじゃないかな。やばいっていうのはないと思うけど、やばそう。怖くないよ。何にも心配いらないよね。だってこうするしかないものね。うわぁ、親父はイカれてると思うか、レイ。でもな、レイ、お前も一緒だ、うん、部屋に逃げ込んでそんなものに話しかけてるお前はどうかしてる。その箱開けてみろ。ん？あ、行かれてる。なんだその犬は。継ぎはぎだらけの死体だ。どうせその犬、お前が殺したんだろう。引き裂いた腹を塗って口を塗って心地よかったか。違う、この子は私のものになっただけ。もうこれもこれでちょっと理想の私の子犬。いやー結構全部、うわ全部、な、うわねえお父さん、私の理想の家族になって。そういうことか。で、ここの地はお父ちゃんの地か。大丈夫、私が直してあげる。その後、私はお父さんとお母さんの体を塗ってひっつけてあげた。仲良く、ぴったりひっつけた。そして、お父さんの悪い腕はぬいぐるみの腕と取り替えて、お母さんの口はにっこり笑うみたいに唇に糸を通してあげたの。それが理想のお父さんとお母さんだった。うわー、なんか これなんとも言い難いな。これなんとも言い難い。いやレイもレイでレイだけど、レイでも親子家族楽しい幸せ普通のか。あーうーあーマジか。ずっと三人と子犬で遊んで楽しかった。だから警察がみんなを連れて行った時は悲しかった。そうなんだね、レイチェル、君の悲しみはよくわかるよ。あともう一つ聞かせてくれないか。その後君が入った保護施設でも小さな動物が死んだね。それはなぜだか知ってるかい。君がやったのかい。ねえどうしてそこでも手をかけたの。可愛がっていたと聞いたよ。可愛がってた。うん、そう、すごく大好きだった。でもダメだったの。ダメだった。うん、欲しくなったの。家族にできたらいいなって。私のものになら、ものならいいなって。でも、なんでかな、何もかもがうまくいかない。うまくいかないか。ねえ君はもっと自分のものが欲しいかい。ん？
レイチェル、僕の母さんは自殺したんだ。僕の目が母さんを殺したんだよ。アレキサンドライト、君の目は最後に見た母さんの目にそっくりなんだ。暗くて静かで何よりも美しいあの目に、僕は君の目が好きだ。僕は君の目のその暗い輝きが永遠になることを望んでいる。君の望みを何でも叶えてあげられるくらいにはね。うわ、あ、そうか、これテレビやった。あ、そう、これテレビ、あ、そうや、ザックテレビ、あ、そうやった。テレビ見てたんやった。わ、気持ち悪い。こんなもん見せてなんだってんだよ。これでレイのことを知ったってことになんのか。拳銃、針と糸、あの部屋の死体人形、レイチェル・ガードナー、レイ。ここはあいつのフロアってことか。じゃあここの殺人鬼は引くか。これであの部屋に入れなかったら目玉やろ。マジでふざけんなよ。すごない？これを見てもなおザックはすごいな。なんかなんだろうな、なんだろうな俺。あ、違う、こっちか。あ、あ、違う、あ、こっちか。あ、あ、違う、あ、違う、さっきのとこ戻るのか。これで、さっきの部屋戻って、よいしょ。あ、開いてる。よし。うん、あ、そうか、このままか。おい、起きろ。十分寝ただろ、起きろ。ザック、ごめんなさい。私、発電まといにならないようにって思ってたのに。うるせえ、中田どうでもいいんだよ。いいか、レイ答えろよ。このフロアに来た人間は、お前が殺すのか。おい、ちゃんと説明しろ。レイチェルに乱暴するのはやめてくれなかったか。おい、あっぶねえな。あ、目がもうおかしくなってるもん。これダニーさん近づくんじゃない。君は本当に短絡的で醜いね。ダニー先生。やあ、おはよう、レイチェル。君の代わりに僕が君のことを全部ザックに伝えておいてあげたよ。ああ、そんなに暗い目をして今にも溺れそうだ。どういうことなんだよ。ここに来てお前のフロアで俺はお前に殺されんのか。違うの。それは違う。ねえ、レイチェル。もう嘘はいけないよ。分かってくれよ。僕、君の頭を打ち抜きたくない。おい。うるさい、黙れ、言ったろ。僕だって必死なんだと。ここで彼女に分からせてあげないと。それにお前だって知りたいだろ。化け物風情の癖をして、合ってる？これ合ってる？レイチェルは自分の理想の家族を求めて親を殺した女の子だ。僕はそんな彼女のカウンセラーだった。そして彼女を僕が頼んでこのフロアの住人にした。まあ神父様はあまり気が進まなかったようだけど、僕は彼女なら大丈夫だと思った。それに何より彼女の目を、彼女の永遠の孤独をどうしても守ってあげたかったんだ。でも彼女の心は壊れてしまった。もうカウンセラーの心がもう病んどったらもうあかんもん。それもうそれカウンセリングできへんやな。あ、当てる、ありがとう。知らない間にこの部屋に置かれた聖書の一冊でね、フロアの人間として使い物にならない君を配置することをさすがに神父様は許してはくれなかったよ。
ねえレイチェル、冷静な君がどうしてあんなにも心を乱したの？私は私の理想のものが欲しかった。でないと許せなかった。でも聖書には書いてた。本当に許されないのは私だったの。だから普通の、清い穢れのない人間のふりをして死のうとしたんだね。それがザック、お前ならレイチェルはできると思ったんだ。バカのくせに神に誓って甘つさえ彼女の神様になったお前なら。でもレイチェル、君だってもう気がついているんだろ。いくら聖書を読んでも己の間違いに気がついても本心は変わらないことを。心のどこかでザックを自分のものにしたいと思ってるんだろ。ふーふーふー、あー最低で最高だね。ふーふー。さあザック、道を選ぶ時だ。このままここで殺されるか、レイの神様を降りて一人でここを出ていくか、どうする？もう真実は覆らない。レイチェルはもう戻れないし、どこにも行けない。結果的に彼女は君を騙したんだよ。弾今何発撃ったん？これ何発撃ったんやろ。レイ、ダニーの言ってることは本当か？ええ、そうだよザック。俺に嘘をついたのか？うん、ザック、ザック、ねえ、まだ私の神様でいてくれる？3発目か。おお、オッケーオッケー。ソロド、そろそろリロードしないとリロードしないとね。お前は自分のことを俺頼みにする気かよ。俺はお前の神様なんかじゃねえよ。あっちゃ、素晴らしい、その通り。ご名答。さあレイチェル、これで君はいつもの君だ。望みは僕に言うんだ。何でも用意してあげる。そしてザック、君はもう行ってもいい。おい、好きかって言いやがって。待って、レイチェル、私のしたことは汚れてる。罪を起こした。それは知ってたの。でもダメだった。罪だと知っているだけで。どうしてそれが悪いことなのかわからないの。ねえザック、ダメ？違うの？ザックは私の神様じゃないの？でも欲しいのザック、私の神様が。レイ、わわわわ、かっこいい。 BGM むっちゃかっこいいやん。ああレイチェル、君の目はそれに瞬間瞬間瞬間ずっと黙ってて。はい、君を長僕の優先、今の彼女の、イエーイ。はあ、さあ生きるも死ぬも彼女を追いかけるしか道はなくなったよザック。僕は彼女の望みのためにお手伝いさんにでもなるよ。あーくそ、待って、これセーブしよう。 BGM むっちゃかっこいいやん。うー、高まるな、高まるほど。あ、鍵閉めてんちゃうぞ。あ、え、鍵閉められた、あっちから。わ、待てあいつどこだ。え、トイレはさすがにもう嫌やで。あ、こん中か。どうやって開けんだこれ。まさかここか。なんでまた水が溜まってんだよ。まさかこの中にいるんじゃないんだよ。あ、いてあっちへ、ふざけんなよ。うん、三段活用。そっち、やっぱそっち。やっぱりこれはザックには効かないね。あの野郎、待てって言ってんだろ。お？その水出えへんぞ。あ？まさか絨毯を。あ！
え？くそビビらせやがって。火なんか使ってんのよ。回り込んでとつかまえてウィーン。おい、いい加減にしろよ。この二人、なんか一周回って、なんか可愛く見えてきた。助けてくれ。あいつ自分の部屋に逃げ込んでるか。Here. Oh? ちょっと、あ、これ自動セーブ入った。あ、1,2,3,4,5 で入ろう。1,2,3,4,5。はい。ん？まだか。おい、待てよ、マジで。1,2,3,4,5! やね、123で入ろう。123で。待てよ、マジで。はい。123! わかった。思った以上に弾はそんなに速くない。理解しました。123。ゆっくり。落ち着いて123。落ち着いて123。はい。落ち着いて123。よっしゃー！ OK！ いいよ。はい。だよ、もう狂ってんのがいい加減にしろ。ふざけんなよ。覚えとけよ、このバカ。バカ。来ました嫁の部屋。おい、どこまで逃げ回るつもりなんだよ。あ、ん？これパパとの同じシチュエーションや。打つか。それでザックは死ぬ。お前に殺されるんだったら先に殺してやるよ。やるよか。それはもうダメなの。ザック、ダメだったんだ。最初からダメだったんだね。私、今でも私は死なないと、殺されないとダメだと思ってるよ。だけど、私は汚れているから、きっと神様はそれすら望んでない。私はいらないの。それをね、殺してやるって神に誓ってくれたのはザックだった。でも神様はいないって分かって、そしたらザックが私の神様になったの。ねえ聞け、何度も言うが俺は神様じゃねえ。分かってる、ザック。何を分かってんだよ。嘘は暴かれた。私の神様は死んじゃった。おい待て。人の話も聞かねえで勝手に喋って勝手に逃げやがって。なんかこれ光ってない？あ、違うわ。やだ、もう一回だけ解読。セーブ。どういう考えすりゃこうなんだよな。あ、すごいなこれな。どうやってここまで、どうやって持ってきて、ここに、多分まずここにどうやって持ってきたんこの弾は。あの窓から出てったってこと？戻ってきた？お、逃げてばっかじゃねえかお前。なんか言えよ。お、もう君に話すことなんてないってことだよ。
ひらりん。君にしては随分と隙だらけだね。つむ。暴れるなよ。すぐ死ぬよ。レイチェル、少し時間がかかりすぎだ。君らしくもない。まあ化け物だものね。なかなか大変かな。でも大丈夫。この距離で頭をぶち抜けばさすがに死んじゃうよ。この野郎。笑うの下手くそ。笑うの下手。レイチェル。ダニー先生、あら、ザクは私が殺したいの。ああ、そうか、そうだね。それに、私、もう疲れたの。これで終わりたい。ダニー先生、ごめんなさい。共には生きられない。もう殺して家族を作ったから、どうせ許されないからもういいの。私の神様以外なら何だって構わない。どうなってもいい。でもね、ザック、私は最後にザックだけは私の手で私のものにしたい。やりたきゃやれよ。死にたいだ、俺を殺したいだ、終わりにしたいだ。大体お前はぐっちゃぐちゃなんだよ。そんなこと知ってる。じゃあバカ言ってんじゃねえよ。バカなつもりはないよ。本気なんだよ。本気でザクを。そうか。俺がお前みたいなガキ相手に殺されるわけねえだろ。嫌だ、嫌だ、ザク。終わりにしたきゃ俺がやってやるよ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。なんでだよ。お前が望んだことが叶うんだ。叶うんだ、だ。私を殺さないで。今のままの私を殺さないで。あ？だってもう私の神様じゃない。私の神様はもう私なんかいらない。私の神様は死んじゃったんだ。ああ、そうだ。お前の神様は、ん、殺してやった。俺が殺してやった。でもな、俺は死んでねえ。わかるだろ。お前を殺してやるって言ったのは誰だ。私の神様。違う。お、カット入りました。お俺だ。俺なんだよ。他の誰でもね、お前の神様でもね、俺がお前を殺すんだ。でも私はおかしい。汚れてる。そんなこと誰に向かって言ってんだ。俺は殺人鬼だ。人を殺すのが好きで何人も殺してきた。だけどな、俺はお前やダニーみたいにグダグダ悩んで逃げ回ったりしねえ。親だか神だか知らねえが、何もんのせいにして動くなんて冗談じゃねえ。俺は自分が望むもんを自分で決めて動いてんだ。俺が俺なら、お前もお前だろ。俺がお前で、お前は俺で、俺はお前がお前だから俺で、俺が違うのかよ。私は、私。そうだ。お前がお前なら、自分のことは自分で決めろ。
なあ、レイ。目の前の俺は誰だ？ザク。そうだ。神なんかじゃねえだろ。なあ、お前は狂ってんのに真面目すぎるんだよ。おいレイ、目の前でね、めっちゃ噛んじゃった。デイビロ、俺だ。それがわかるんだったら、レイ、俺を望め。俺を望め。あ、いや、言っちゃった。俺を望め。あ、恥ずかしい。死にざけ俺に殺されると誓え。お前自身に、そしてこの俺に誓え。かっこいいのか？かっこいいだけど、かっこいいのか？殺され、かっこ、ん、かっこいい、ザックかっこいいけど殺されること誓う。か、俺に殺され、こ、ん、ん、泣いてる、レイちゃん泣いてる。違う、ザックに誓う。ああ、俺もお前に誓ってやるよ。お、これで終わったん？いや、BGM ほんまにいいな、これ。サウンドトラックとかないの？ないのこれ。あ、泣いた後で鼻真っ赤になってか、抱きしめて、誰か、誰か抱きしめに行って、早く。わい無理やから、ちょっと。今、これ、ちょ、そうされるから、ちょ、誰か抱きしめに行ってきて。ああ。おい、いつまでも鼻水すすってんじゃねえよ。でも、鼻から勝手に流れて、うぅ、来るから。バカ、そんなこと言わなくていいんだよ。これからここを出んで、どうにかしろよ。うん。てか、ここはお前のフロアだろ。出口分かってんのか？実は、ここから上に上がる記憶はないの。あは？マジかよ。興味なかったし。でも、このリビングに玄関がある。まあ、じゃあとりあえず玄関に行ってみるか。うん。いやー、なんかよくわからんけど、ハッピーエンドな感じせんけどする。ハッピーエンドな感じじゃないけど、ハッピーエンドな感じする。あー、こっちか。あ、違う、このリビングにある玄関、こっち。ここか。あ、違う、あ、玄関、ここのリビングに、あ、ここか。ここ壁じゃねえのか？うん。間違ってなきゃここは玄関で、ザック強く押してみて。おお。押す？完全に今切り裂いたで。やっぱり開いた。ザック別に蹴らなくてもよかったんだよ。うっせえ、開いたからいいんだよ。そっか。開いたからいいか。かわいい。かわいい。うん。行き止まり。でも何かあるかきちんと探してみよう。これエンドって何パターンかあるとか、そっちかな、そういう感じなんかな。立ち入り禁止のバリアリールが置いてある。ゴミ箱は空のようだ。段ボールの中には何もない。お、ゴミしかない。おい、何もねえじゃねえか。おかしい、そんなはずは。お前のフロアなんだろ、なんか考えろよ。うん。違う場所はどこか考えよう。どうか行ったことのない場所とか、このフロアにねえのかよ。このフロアで、いや、ここ以外はトラップを仕掛けるのに隅々まで調べてるから。さすがだな、お前。
あ、わけわかんねえ。誰が上、誰か上から降りてきたことねえのかよ。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。てん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 。そんなはずがない。だってザックでもなきゃすぐにトラップで死ぬから気づく。じゃあ誰も下に降りてこなかったんだな。やっぱわけわかんねえ。誰も降りてこない。それはここはすでに地上。だったらきっともうすでにここは地上。マジかよ。じゃあすぐ壁かち割ってみようぜ。え？壁が崩れるだけでなんもねえぞ。ごめん、間違えたかも。じゃあ考え直せよ。誰も降りてこない。それはおかしい。ピコン。いや、それはおかしい。だってダニー先生は外に出入りしていたんだもの。この部屋のタラップや家具は先生が外で買ってきて用意したものだから。あ、どういうことだよ。うん、おす説明しよう。ちょっと待って、考えるから。説明しようって今言ったじゃん。今説明しようって考えてなかった。チクタク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 ピコン。あ、いや、チクタクチクタク。誰もクロフォア、このフロアからこのフロアに外から降りてきていないけど、ダニー先生は外に出入りしてた。ということはやはりこのフロアに出口がある。別のフロアに出口がある。ワープとかして出る。ワープとかしてで、出口がないんだから、出入りするためには、ん？ダニー先生はもしかしてワープで出入りしてた。おい、ワープってあいつ人間だろ。それとも通気口とかからうごうごして出入りしていたのかな。うごうご、気持ち悪い。あいつ人間じゃねえだろ。つうか、そんなわけねえだろ。俺だってわかるぞ、バカ。ちゃんと考えろ。はい、考え直さないと。誰もこのフロアに外から降りてきてないけど、ダニー先生は外に出入りしていた。ということはチクタクチクタク。やはりこのフロアに出口がある。このフロアに出口がある。じゃあもっと探さなきゃいけないじゃねえか。お前心当たりあるか。正直ない。あー、ねえのかよ。じゃあとにかく壁かち割ってみようぜ。ダンダンダン。なんもねえ。手当たり次第やってもしょうがないよ。それに正直出口がこのフロアにあるか微妙かも。お前じゃあちゃんと考え直せよ。チクタクチクタクチクタク。このフロアに以下略。別のフロアに出口がある。これだ。ピコン。このフロアとは別に出口がある。はぁ、なんだよそれ。ザックがここに来た時、他の殺人鬼キャッシーやエディはすでにこのビルにいた。あ、おう、キメからほとんど話さなかったけどな。うん、やっぱり。なら私はこのビルに最後に来たということだったら、あ、ここからまた選択肢なんや。やっぱり壁を破る。これだ。ザク、壁を破ろう。またかよ。おい、今度こそ正解だろうな。やってみればわかる。じゃあ今度こそやってやるよ。くそ、やっぱ壁崩れるだけでなんもねえ。また間違えたね。お前がな。俺も考えろ。私はこのビルに最後に来たということ。立ったら上に登る。ザク、上に登ろう。あ、出口が分かったのか。どこから登るんだ。どこから。今の忘れて。お前ガキだからって遊んでんじゃねえぞ。考え直さないと。チクタクチクタクチクタク。私はこのビルに最後に来たというか。こんなに外れる。だったら下に降りる。ザック、下に降りよう。はぁ、下に、多分下の B2 に出口がある。もうわけわかんねえよ。なんでわかんねえよ。この部屋には出口は必要なかった。つまり私のこのフロアは一番後に作られたもののはず。ということはこの部屋ができた時には外への出口はすでにあったということ。ザックも私もきっとそこから連れてこられたに違いない。この部屋は外で私と出会ったダニー先生が神父様に頼んで後から作られた部屋なのだから、一階とつなげなかったんだと思う。降りてくる人を私が一度も見ていないのはその証拠であるよ。
よくわかんねえけど下に降りればいいんだな。うん、地下に降りるためのスイッチならこのフロアのどこかにあるか覚えてるし、それで大丈夫なはず。お前が言うならそうだ、そうなんだと思うぜ。行くぞ。うん、スイッチは確か地下のオルゴールのあたりにあったはず。あそこか。よし、ちょっと待って、セーブあっちね、よいしょ、ここね。おい、どうした、降りるぞ。サク、私一人で地下にいていい？は？なんでだよ。ここに来るのは最後になるし、ここにお別れを言いたいなって思って。なんでそれで一人で行くんだよ。見られるのがなんだかちょっと恥ずかしいからかな。見られるのが恥ずかしい。何を先に言っとくけど、犬はぶっ殺したからな。そうなの、ザクらしいね。ここで見張ってやるから、早く行ってこい。うん、すぐに戻ってくるよ。いやー、これ本当にすぐに戻ってくんの？すぐに戻ってきてね。すぐよ。あ、わし動かさなあかんのか。ちょっと待って。なんかダニー先生生きてそう。なことないか。なことない？あ、オルゴールの音。蓋開いてるのかな？あれ、神父おらんやん。え？神父がいない。あ、いた。壁と一瞬動かしてて分からんかった。レイチェルガードなんか？どうして？拳銃がない。リビングで落としたんだ。落ち着きなさい。私は何もお前を取って食うわけではない。じゃあ、何の用なの？何？少しお前に聞きたいことがあっただけだ。レイチェル・ガードナー。バカ、ジャックはお前の神ではなかったな。ええ。でも、もうそれはちゃんとわかってる。ああ、そのようだな。だが、それをお前は心から理解しているのか？私とジャックは、神様じゃなくて、お互いに誓った。ああ、その通りだ。ジャックはもう神ではない。絶対的なものではなくなった。お前はジャックを天使でもなく神でもないものにしたのだ。つまり、お前の願いを必ず叶えてくれる者はいなくなった。必ずここ重要テストに出ます。え？神でもないものに立てた誓いなのだから裏切られることもあろう。それでもなおお前たちの誓いを絶対的なものと信じるならば、それは神と何が違うというのだ？別に絶対だなんて思ってるわけじゃない。ほう。確かに私はザックを信じてる。それは本当よ。でも誓いも信じるのもザックと私がそれぞれの心で決めたこと。だからもしそれが裏切られたとしても、信じたのは私の心だから。私の心は私が背負う。神様とは違うことなんか覚悟してるもの。そうか。そしてお前はその上でまだ己の死を望むのか？ええ。なぜだ。お前はここまで考えを変化させた。それでもその望みは変わらないのか？別に私自身は変わったわけじゃないもの。自分を受け止めただけ。ただそれだけ。そして私はそんな自分を許してほしいなんてもう望まないし、
許してくれる人ももういない。だからやっぱり私は死にたいの。生きてはいられない。そう、自分で決めたというのだな。ええ、それとやっぱりあとは内緒。ケッチ、まったく神などただ置いてけぼりではないか。神父の神は神の神。あ、そのような顔をせんでもいい、今更だ。秘密が気になるな。内緒って言ったの気になるな。はあ、気になって気になって仕方がないな。最後にもう一つ聞くぞ。内緒って何？レチェル・ガルナー、お前は何者だ？それ何度も聞かないで。私は私、それ以上でも以下でもないわ。ああ、そうか。お前の話はまるでザックと自分が対等の者同士のような話ぶりだったな。だがそれも間違いではないのかもしれん。天使にもなれない魔女でもなかった娘、お前はレイチェル・ガードナーに間違いないのだな。ええ、これで終わり？もういいのなら戻りのエレベーターを起動するスイッチを押させて。ああ、内緒が気になるけど、もう構わぬぞ。邪魔しない？最初に言っただろう、邪魔をする気はないとな。それよりレイチェル・ガードナー、お前はもう少し可愛げを持った方が良いぞ。可愛げを、可愛げのない孫じゃ。本人、可愛げのない孫じゃった。もう会えるのか。お前たちは、ここから出て行ってしまうのか。神父様、もう行くね。はあ、止めはしない。好きにしなさい。神父様、出口は B2 にある。答えると思うかね。私はあなたの質問にたくさん答えた。神父様も答えてくれてもいいと思う。そうだな。 B2 の大聖堂ステンドグラスを調べなさい。分かった。そういえばこの場所にお別れを言えなかったな。場所？この場所？わしじゃなくてこの場所？ごめんなさい。さようなら。行こう。これで B2 に戻れるよ。ここに来た時のエレベーターのところへ行こう。おお、しかしお前ずいぶん遅かったな。地下に神父様がいたから。ん？まだいたのかよ。ん？でも何もなかったし邪魔もされなかったよ。なんなんだよあいつはよ。あ、なんだよ今、神父様の声が聞こえたような。気のせいかもしれない。ああ、気のせいか。じゃあさっさと拾ってビーニに降りんぞ。うん。全然今神父の泣き声に必死で、ここ弓矢が飛んでこなかった。柵に降りてる時はそうしなかったみたいで。え？安心しろ、一番最初に飛んできたぞ。え？飛んできたな。うわ、待って、
またいない。あーの野郎、あいつこそ化け物じゃねえか。先生、お前の拳銃拾ったらさっさとここから出るぞ。やっぱダニー、やっぱダニー。あったけど、これじゃリロード、リロードか。どうしたんだよ。引き金が壊されてる。あーにょりゃにょりゃ、使い物になんねんだな。うん、なら仕方ない、行くぞ。いやー、ダニー先生強い。まさかのラスボスか。では参りたいと思います。まさかあいつ下に降りたのか。多分そう。くっそ、真っ二つに切ってやれよかった。静か。お前あの地下で神父のやつに会ったんだろ。うん。お前お別れがどうとか言ってたけど、できたのかよ神父に。簡単になっちゃったけど、うん、大丈夫。されてないよ。あそこにあったもん全部お前のか。ここに来てからもらったものもある。あ、じゃあお前のじゃないのか。どうかな、塗ったり繕ったりして私のものにしようとしたけど、人形は返事をしてくれないから私のものだったかわからない。けど私は大事に思ってたからさよならをしたの。ふーん。あ、オルゴールはもともと持ってたものだよ。あれは小さい頃最後に買ってもらったものだったかな。あの音とても好きだったな。欲しければ持ってくればよかったんじゃないのか。いいの、もう音も思い出も私が全部わかってるから、それだけあればあとは何もなくてもいいの。お前がいいならいいんじゃねえか。うん。なんやこのいい感じの夫婦の会話みたいな、このお前がいいなら俺は何も言わねえっていう、この感じいいですね。ほらもうちょっとで地上台行くぞ。ウィー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 。戻ってきたね。本当にな、とにかくややこしいんだよ。セーブしましょう。おるぞ、絶対おるぞ、絶対おるぞ。ダニーおるぞ。ステンドグラスを調べる。ステンドグラスを調べる。ステンドグラスを調べる。あ、大聖堂って言ってたからここじゃないか。大聖堂のステンドグラス。何もない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 。これ動くとか？これ動かせれる？うん。ピアノがちょっと邪魔、ザックっていうのがやばい。このピアノ避けりゃいいんだろ。うん。待って、おい、お前も手伝いを一人でサボってんじゃねえよ。ああじゃねえよ、早く一緒に寄せ。うん。かわいい、かわいいぞ。あー、くそ、腕がだり。重たかったもんね。おい、本当にこんなところに出口あんのか。わからないけど、あの神父様は嘘はつかない気がする。ん？下のフロア自分で笑っちゃった。下のフロアに戻る時もちゃんと連れて行ってくれたし。ああ、そうだけどよ。まあ、確かめてみりゃいいんだ。ウィウィ。鍵穴がある。鍵穴だから出口はきっとこの向こうだよ。でも鍵がかかってる。鍵ね。鍵、おいで。サック、多分今同じこと考えてるよ。おい、よくわかってんじゃねえか。おい、下がれ。こんなもん壊しちゃいいんだよ。うえぃ。
お前、驚かなくなったな。慣れたの。そうかよ。おお。え？何この四天王に続く階段みたいな。あれ、なんか最初も言った気がする。こんなこと言ってなかったかな。なんか言った気がするな。長い階段だなおい。本当だね。思い出した。あ、またなんだよ。私ここに来るときずっと目隠しをしていたの。うっすらだけどとても長い階段を降りたような記憶がある。だからここを登れば本当に地上に出られるよ。マジか、やっとだな。しかしマジで長いな。さすがに俺もくたびれてえんだ。出たら少しは休みて。早く行こう。おう。お前何転んでんだよ。階段につまずいたの。痛い。お前よく寝たくせに疲れてんじゃねえよ。びっくりした。いけるか。うん、大丈夫。びっくりした。お前さ、人らしくなったな。え、行くぞ、転ぶなよ。いや、なんか出てくるやろ。僕の瞳はアレキさんなんや、なんとかアレキさんなんとか出てくるやろ。結局ダニーの野郎に会ってねえが、お、あいつ探し出してとどめさしておいた方がよかったんじゃねえのか。でもどこにいるかわからないし、それに先生は昔からこのビルにいたらしいから、このビルのことをよく知ってるだろうし、うろつくのは危ないよ。ああくそ、しゃれな。お前、さっきエレベーターで何も持ってなくていいって言ってたけどよ。これ、持ってろ。これ、ザックのナイフ。いいの？また貸してもらって。やるよ。え？欠けてるから使い物になるかわかんねえけどよ。何も持ってねえよりいいだろ。ありがとう。それに、出ちまえばこっちのもんだ。行くぞ。初めて。わあ、ぷい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 。あ、なんだ。ぷい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 。自爆装置が起動しました。地下フロアより爆発いたかったみたい。ぷいぷい。ザク、早く出なきゃ。ぷいぷいぷい。わあ、そう、何が起きてんだ。ぷいぷいぷい。このビルで爆発が起きてる。逃げないと崩壊する。ぷいぷい。こんな瓦礫が。でもこのままじゃ火が、それにビルも崩れる。ザック、ん、ザック、ザック、前も後ろも瓦礫に囲まれてるよ。どうしよう。焼け死ぬのはごめんなんだよ。ザック。ザック。こっちに。ザック。こっちに来て。ここから出られる。あ？ここだったら、ザックなら壊せる。だからここを壊して。ああ、ザック火苦手言うてたもんな。悪い例。足がすくんで動かねえ。そっか、火が。
わ。お前何やってんだよ。確かに熱い、知りたい。当たり前だ。ザク聞いて、ザクが壊せそうなところは私がちゃんと言うから、私が必ず道を見つけるから。大丈夫、出られるよ。どけ、やってやるよ。動いた、レイちゃんが危ねえってなって足すくんでたのに。そう、お、ここで火を克服するのか、もしかしたら。おい、レイ、お前すごいな。行こう、ザック。ぴょんぴょん。え？あ、びっくりした、殺されるんかと思った。もう上等だ、レイ、行くぞ。うらー、全部ぶっ壊しやり。あ、セーブ。あ、ちょっと待て待て、あ、待て、ちょっと待て。はい。地下フロアは残り5分で完全消滅します。うわ、やば。ここは壊せる。おい、うん、おい、よしよしよし、ここ壊せる。ここ壊せる。ここ壊せる。おお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 はいはい、もうちょい、はい、OK、もうちょい、OK、OK、OK、あ、もうちょい、あそこ、あそこ、あそこ、あ、うん、あ、うん、火が気をつければ通れないこともなさそうだけど、でも、おい、これ、何も止めずしんで、さっさと出ないで、はい、了解、了解、ザック、OK、了解、危ないから離れないでいこう、OK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 、はい、カモン、カモン、カモン、はい、カモン、カモン、OK、いけたん、あん、よし、ここからは火が少ない、また壊すようなところがあったら言うね、ここだ、ここ、うん、ザック、ここ壊して、おい、ぐらい、よげろ、オッケー、え、ちょっと待って、あぶ、うん、あぶね、あぶね、あぶね、あ、火が、ザック待ってて、わしがどうにかする、オッケー、了解だ、あ、うっせ、もういいんだよ、え、待って、ザック、お前が壊せるって言ったんだ、あ、ちょ、待って、だったら俺が壊せねえわけねえだろ、なあ、レイ、かっこいい、男前、結婚して、ほらな、ほんとだ、ほら、行くぞ、おー、ほほほほほほ、で、これ、どうしたい、これ、どうしたい、ここを壊すのは無理。これもしかしてこの横？え、どこ？これか？ここか。少し硬いから気をつけて。よしよし、ザックらしく壊して。ザックらしく。自分らしさを忘れずに。で、マジかよ。何？どうした？あ、歯にひび入っちゃった。壊れた？いや大丈夫だろ。とうとう出るぞ。本当？大丈夫？壊せる？はい。壊せる。ここも、はい。お願い。え？もうすぐ階段が終わる。やっとか、やっちゃい。出口がある。お、何、今度は何、埋まってもうた。おい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 、レイ、この瓦礫俺に壊せるか。俺なら壊せるぞ。だからお前は一言言えばいいんだよ、レイ。ザックなら壊せる。あ、言っちゃった。任せろ。遅れんじゃねえぞ。みゃん。感謝。どうですか、ザック、カモが。おい、ぐらちまったな。まあいい、こいつはここで拾ったもんだ。安心しろ、外に出たら代わりを見つける。代わり、外に出たら代わり。それより出んのが先だ、行くぞ。おーおーおーおおお、よっしゃー。無事記録1から40まで全部使い切りました。はい、この場合はどうしましょう。40に上書きし、いや、あえての11に上書きします。あー、
かった、間に合った。このビルは最後までわけわかんねえことさせやがって。まあでもよくやったな。お前がいなきゃここまで来れなかったろよ。それは私も一緒だよ。サク。あ？お。来た来た来た。出口だって言ってるのはいいけど、アレキサンドライト出てこんかったし、神父さん、あんなに泣きわめいてたけど、これ神父さん。最後まで、不便やったな。じゃあ、これでようやく外だな。外だな。ザック。どうした？外に出たら私を殺してくれるんだよね。今さらなんだよ。あのね、ザックもそれを望んでくれてる。あのね、死にたいと願う気持ちは変わらないの。でもできることなら私は望まれたい。望まれて殺されたい。死にたいと願ってるのに、もしそれが孤独だったらと思うと、なんだか急に寂しくて。ザックが心から望んで私を殺してくれたら本当に嬉しいなって思うの。さっきナイフをもらったのに、わがままだと思うけど。俺がさっきお前にナイフをやったのは、お前が俺に殺されるまで生きろってことなんだよ。じゃなきゃ今まで俺は誰かに何かやるなんてことしたことねえんだ。自分が望んでねえことは誓ってまでやらねえよ。本当？お前しつこいな。俺は何度も言ってんだろ。嘘が嫌い？つーか何叫ばしってんだよ。その時はいい顔しろよ。お前、もともと笑った顔下手みてえだしな。ポニョーン。おい、レイ。おい、なんだよこれ。サッカー。ああ、もうひどいな。むちゃくちゃだよ。あ、怖っ怖っ、え、怖っ、4回言う、怖っ。このビルを爆破させたのは僕、そのうち上も大火事だ。てめえ。丸腰のくせして、ケッキ盛んだね。ケッキで合ってるよね。ケッキ盛んだね。は？残念だね。君たちの約束は叶わないんだよ。ザック。ザック。ごめんなさい。何がだよ。おい、しっかりしろよ。ザックに殺してもらうって約束したのに。ごめんね。ふざけんな。俺は嘘が嫌いだって言っただろうが。おい待て、ここで死ますから。逃がさない、助けさせない、何にもさせない。そしてザック、お前にはレイチェルは殺させない。ねえ、二人とも夢が消え去った気分はどうだい？僕に教えてくれないかい？それからみんなで心中手をしようか。くそ、ザック。やめろ嘘は。頼む、俺を嘘つきにすんじゃねえ。俺はお前を死なせるわけにはいかねえんだよ。ザック、いいんだよ。いつだってザックは私を助けてくれた。でもそれは
もじゃなくてもいいの。何言ってんだ。そうさ、無力な化け物ほど面白いものはないよ。違う、化け物じゃない。でも神様でもない。ザックは人間だよ。人間なんだよ。だから私にいつも全てを与えてくれなくてもいいの。人間だからって、おい、なんだよそれ。与えてくれなくてもいい。レイチェル、君は、僕はいつだって君に与えてきたのに、君のために食事も洋服もおもちゃもあのフロアだって用意した。そうさ、君が生き続ける場所を与えた。それを否定するっていうのか。ごめんなさい先生、でもそれは私の欲しいものじゃなかった。じゃあザックは君に何をあげたって言うんだ。ゴミ同然のナイフくらいだろ。ああ、それともそのバカみたいな誓いかい。君が死ぬための、そんなのどうかしてる。僕は君を生かそうとしたのに。先生、私はあんな生き方はしたくなかった。本当は一瞬でも望まれて生きて、望まれて死にたかった。ザックと誓いを立てて一緒に上を目指しながら、そう気づいたの。私はそれで十分なの。ならもっと絶望しておくれよ。だって今僕がその誓いを奪ってやったんだぞ。黙る。うるさい、言わせてくれよ。先生、奪われてなんかないよ。これはザックと私がした誓い。誓いは誰かに奪われるものじゃない。ああ、たとえ叶わないことがあったとしてもいいの。だってそれは二人のことだから。分かってるから。待てよ、俺はそんなこと認めねえぞ。ザック、この誓い、私が背負って持っていくから。自分のことは嘘つきだなんて思わないで。ザック、約束は叶わなくてもいいんだよ。おい。レイ、レイ、レイ、は？ねえレイチェル、君が誰も見ない心を許さない、そんな目で一生いてくれるなら共に生きられなくてもいい、そう思っていたよ。そう、君が一人永遠に孤独でいてくれるなら僕は死んだっていいって思っていたんだ。なのに、どうして君は最後まで孤独から遠いところへ行くんだ。全部打ち壊しだね。だからもう終わりだ。レイチェル、君の望みもザックの望みも全部全部全部僕の望みと一緒に終わりにしてあげるよ。なぜですか。ああ、まったくだ。ああ、びっくりした。ここまで好き勝手をするとはな。まだ、まだだ。この手で二人を。
ああ、ザック、まだ動けそうか。この野郎、ぶっ殺してやる。力を振り絞るのであれば、ここから出ることに使いなさい。うるせえ。こんなに血を出せば人間は死ぬんだよ。こいつが死んで、外に出て。どうすんだよ。メチルガルナはまだ生きとる。外に行けば助かる。わしはさよならも言ってもらえんかったし、気づけば崩れ始めるし、なんか自爆まで5分って急に言われるし、むちゃ急いで来たのに、なんかみんな喧嘩してるし、わしは仲良くしてほしかったのに。どういうことだよ。行けばわかる。おい、マジでこいつは死なねえのか。プレが崩れるのは時間の問題だぞ、ザック。こんな姿でお姫様な子は見とうなかったわ。ビルが崩れ去る。まさかこのような終焉になろうとはな、ダニー。神父様、なぜ。確かに僕は勝手をしたさ。ああ、そうだ、あなたに仕えていながら、でも僕は僕のしたことは何も間違ってない。僕の幸福のため、そしてビルの規律を乱す者の邪魔をすることであなたのために立ってなったはずなのに。ああ、ダニー、確かにためにはなった。とても興味深いものが見られたのだからな。私はもともとザックは透明な羽を持つ存在だと思っていた。しかし、今やすっかりその羽は姿を消してしまった。透明な羽？あなたはあいつを本当に天使とでも。私はそう思っていた。人を殺すことしか知らぬ純粋なものだったからこそな。だがザックはそのために振るっていた刃を他人のために振るうようになった。その結果、彼の刃は折れた。ザックは人に落ちたのだ。いや、元より人だったというのが正しいか。そんなの、ただの偶然にしか過ぎない。しかも、それを私に見せたのは、私が魔女と、ああ、これなんやったかな、巨弾やったかな、もうここでこの感じまた出てくるなんて予習してへんから、レイチェル・ガードナーだった。レイチェル？それは目まぐるしい変化であり、新烈であった。矛盾だらけで、自分が球団言うとろ、みんな球団言うとろ。ありがとう。今日はこのライブに来てくれてありがとう。球団センキュー。過ぎなかった少女がだ。今思えば、戦列言うてる、戦列、ありがとう。今日はこのライブに来てくれてありがとう。戦列。ザックが人であることを奪おうとしていたのは私だったのだろう。それならなぜ、どうして僕を撃ったんだ。もう私の観察も実験も終わったのでな。神の目線に立つ役目ももう終わったのだ。これは役体もない罪滅ぼしのつもりだ。神父様、今さら何を。ダニー、お前はあの少女をここに連れてきた。魂を奪う立場のお前が与える立場を望んでいたな。お前はあの子の神になろうとしたのではないか。ダニー、お前は神ではない。それは
お前も分かっていただろう。でも僕はそうしないと何もないじゃないか。レイチェルの目を見たとき、彼女が全てに絶望していて、誰も愛さない目をしていたから、僕が永遠にその瞳に愛を注ぎたいと思ったんだ。その時、僕がもうなくしたはずの人生の意味がまた生まれたんだ。そのためには何だってできた。でも、もう僕は彼女の瞳を愛せない。だって彼女が孤独でなければ、誰もこんな醜い僕を受け入れちゃくれない。さらにあ、ごめん、唐突にこの声でしょ。ちょっと自分でも受け入れる時間が。お前は愛を注ぎ続けることでいつか自分も愛されたいと望んでいたのだな。違う、僕はそんな。ダニー、お前も私も所詮は人だった。母元よりここは人間しかおらぬのだ。だが人が神を作り、天使を、そして人を作る。現にレイチェル・ガードナー、彼女がそうだったかもしれない。そしてそれを打ち滅ぼし壊すのも人だ。神父様、あなたはここで人の何を見たというんだ。そうだな、残念なことに特に何も変わったことはない。せめてさよならは言ってほしかった。盲目的で醜く、そして美しかった。それだけだ。ああ、そしてダニー、それはお前もそうだと私は思っているよ。お前が一番長くここにいたはずなのに、今それを知った。すまない。僕はもうこれで終わりだっていうのに、今さらあなたに美しいと言われてもね。そうか。目が戻った、ダニーの。あ、そしてセーブ、自動セーブ。あ、抱きかかえてる。そっか、あ、そうやった。そこの二人忘れてた。主人公やね。おい、待てろ。モンストなんだ、死ぬんじゃねえぞ。お。おい、外だぞ。外だぞ。なんだこの、すっごいビルだよね、これ。外に行けば助かるってどういう意味だよ。どうしろってんだ。おい、起きろよ。おい、レイ。起きろ。おい、このまま死ぬ気か。頼むから。目覚ませよ。神父の野郎、レイが助かるって。神父じゃん。つまりこういうことかよ。まあこんだけ派手に爆発するやな。しゃあねえな。そうだよな。で、ザックがやったってことになるってことでしょ。わあ、レイ、忘れんなよ。
お前に誓ってやったんだ。俺がお前を殺してやるって。まあ、まあでも、ああ、そうだよな。うわあ。鳥。わあ。ナイフ、鳥。数年後とかないのこれ。数時間後。あ、数時間後はないか。なんでこのビルの海割りにおった鳥たちが一羽迷い込んじゃったってこと？あの最初に。あ、まだある？うわー、これはなんかダニー最後いいやつっぽい感じになるかなと思ったけど、やっぱ最後の最後までこいつってわしはなってしまったな。うんやろ、言わざらうぜえぞうんやろっていう気持ちになっちゃったな。お。綺麗。すごいすごい動いとる。まるまる年まる月まる日、まるまる州まるまるにある廃ビルの火災により、ガードナー夫妻殺人、ガードナー夫妻殺人事件の事情聴取、聴取中に行方不明になっていたレイチェル・ガードナーが発見保護された。彼女と一緒にいたのはアイザック・フォスター。フォスターはこの数年話題になっていた連続殺人事件に関与していたとみられる。フォスターは今回誘拐事件の容疑者として逮捕された。しかし、その容疑については否定。ただし、殺人の容疑については一部事実を認めている。また、ビルの火災跡には男性の遺体が見つかっているが、身元は確認できていない。〇〇年、〇月、〇日。先日のビルの火災には、信仰宗教の関与を想定して捜査が行われている。しかし、火災時の爆発により、ビル地下は、堕落、もう、漢字読み仮名つけてよ、わしあかんねんって、しており、捜査は難航している。また、ガードナー夫妻殺人事件の犯人として、アイザック・フォスターが浮上。捜査が再開された。一方、フォスターによる誘拐を否定していたガードナー夫妻の娘、レイチェルは、更生保護施設に移送。あ、崩落、ありがとう。精神的錯乱が 見受けられるため、専門医によるカウンセリングなどの処置を受けている。〇〇年、〇月〇日。まあでも、そうやな。あそこで、レイが殺したってなったら、レイも捕まって、いや、どうなんやろ。連続殺人及び、誘拐の罪に囚われていたアイザック・フォスターには、普通に考えたら、まあ連続殺人してるし、そうだよな。それでレイチェル心が落ち着かなくなることは？
あ、今度女の人か、これ。いいえ、別に。じゃあ最近はよく、夜よく眠れている？はい。そう。では、今日はここまでにしましょうか。ごめんなさいね、カウンセリング長引いた子がいて遅くなってしまったわね。いいえ。部屋まで一緒に行きましょう。部屋には一人で戻れます。そういうわけにはいかないのよ。ごめんなさいね。はい。今日はとても月が綺麗だこと。ねえレイチェル、素敵な夜よ。素敵な夜。ええ、こんな日はおとなしくベッドに入るといいわ。いい夢が見れるわよ。さあ行きましょう。レイチェル、どうしたの？いえ、何も。そう、ならいいの。ええ。レチェル、もしかして怖いのかしら。え？あなたはここに来てから随分と良くなったわ。あなたと共にいた人、あの殺人鬼のことばかり気にしていた頃とは違う。だからそんなあなたを安心させるために教えてあげる。本当はいけないのだけど、あの殺人鬼は死刑が決まったのよ。そう、そうですか。ええ、驚いたでしょうけど、これで今夜も安心して眠れると思うの。はい。じゃあ行きましょうね。おとなしくおやすみなさい。いいわね。でももう目を閉じるしかなくなったんだ。この音、窓から。何の音なのレイチェル。
切な人じゃない？だったら…レイチェル？開けなさい！レイチェル、何が起きてるの？大変、警察を呼ばないと。避けろ。ふぅー！ウォホー！よう。血出てるやん。ああ、お前またつまんない顔してやがんな。ザク、どうして？あ？何がだよ。だって、刑務所にいるんじゃ。なもん、出てきてやったに決まってんだろ。でも、私、あの時誓いを背負って持っていくって。それがどうしたんだよ。つーか、勝手に持っていこうとしてんじゃねえよ。サク、じゃあまだ私のこと殺したいと思ってくれてる？俺だぞ。俺が俺の欲しいもん逃がすわけねえだろ。早くしろよ。もうあんまり時間はねえんだからな。それともお前は忘れちまったの？うん、ザク、忘れてない。忘れてなんてない。だって誓ったもの、ザクと私二人で誓ったもの。どうも。早くこっちよ。来いレイ。いい、みんなで押すなよ。ねえザク。私を殺して。だったら泣いてねえで。わあ。いや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 、ちょっと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 、どうしてくれようか。あー、これは泣いてしまいますね。よかった。よかったね。
よかったね。よかったね。ああ、切ねえな。ちょっと、ああ、落ち着こう。わしもこういうのほんま弱いね。おーおーおおお。ああ。まあね、ちゅうことで殺戮の天使第4章最終章ですね、無事終わりました。あのもうこれはね、アニメ化納得って感じですね。アニメではどうなるのか、同じある種このままで言ってほしい気もするけど、別の結ばれ方をしてほしい気もするし、もどかしいね、もどかしいわ。ああ、ええちょっとエールもありがとう、ごめん全然読めんかったけどありがとうございます。エステルさん、ミトジさん、シュカさん、リュウさん、レイナさん、モッチーさん、サエさん、あこれはあ青い月でなんて読むんだろう、気づきさんっていうのかな。ありがとうございます。みんなもコメントたくさんありがとう。いやーこれちょっとこれはもうわし神父が好きになっちゃった途中で。神父がむっちゃいい人になっててちょっと好きやったね。アニメやったら多分あのちゃんとした神父の声になってると思うから。アニメでちゃんとした神父になってるからさらにむっちゃいい人になるんやろうな。ちょっと期待。ダニーはもっとこうなんかゲスゲスしい感じになってほしいな。ゲスゲスしい感じになってほしい。はーい。あみとじちゃんありがとう。あこみさんありがとう。おこもちゃんありがとう。抹茶さんありがとう。横たんぽさんありがとう。いやー。というわけで第1章から第4章までやってきましたが、無事終われてよかったというのとちょっと寂しいなっていうのがありますが、残念なことに私はですね、前回、リモーネ先生と勝負したリトルナイトメアっていうね、あのホラーゲシリーズのリトルナイトメアで、負けてしまいまして、アウトラストをやらなくてはいけなくなったというね、殺戮の天使終わってから次はアウトラストっていうちょっとハードル上がりすぎやろって感じですが、頑張りたいなと思っております。ああ、ワネクトさんありがとう。もうすまん、みんなすまん、ありがとう。これはYouTube に投稿されます。多分わし多分ここ最後んとこちょっとうわーアウトラスト、つって、殺戮の天使、最後が、これは泣くなこれ。アウトラストは多分泣かへんと思うけど、これはちょっとやばい、もう感動。以上、殺戮の天使、第4章でした。ちょっと拙い部分もございましたが、楽しんでいただけてたら幸いです。お疲れ様、ありがとう。うさこさんもありがとうございます。みんなまたね、多分この後 PUBG でもやって気晴らししようかなと思ってますので、お暇な方、お時間ある方は遊びに来てやってください。ではありがとうございました。お疲れ。NG 集、NG 集、あ、そうか、NG 集、なんか、NG 集しないの、あ、そうや、NG 集なんか作るとか言ってたっけ、そのようなこと言ってたかもしれん。言ってたかもしれんな。いや、やらなあかんな、それもな。オッケーオッケー。お疲れ様です。ありがとうね。まったでー。バイチャー。バイチャー。